どうもこんにちは、陽平です。毎度私のチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はですね、ブーツあるある10選というテーマで動画を作りたいなと思います。当店のねスタッフと、私の友人に聞いてまとめてみました。今回はですね、ブーツあるあるを10個挙げてお話しする動画となります。なのでお時間ありましたらお付き合いください。では早速いきます。1つ目、1回スニーカーに逃げると再度履くのに少し億劫になる、馴染むまでに心が折れるっていうことなんですけども、これはね、僕ね、特にエンジニアブーツで履いた時に思いますかね。慣れてきた頃の、トラクションソールだと、レッドイングの中ではスニーカー感覚では履けるじゃないですか。ですけど、エンジニアは別じゃないですか。より重いし、それこそ脱ぎ履きが面倒なんで、特に脱ぐ時が大変ですよね。サイズ上げることもできないじゃないですか。だからこれね、結構億劫になりますよね。慣れるまでが結構ね、これ大変な気がする。では2つ目、ブーツが好きすぎて季節関係なく履く。これなんですけども、特に夏ですよね。この場合は僕結構前なんですけど、今まで本当に疑問に思ったことがなくて、もうずっと履いてたんですけども、夏にブーツ履くのって変なんですか。高校時代のね、先生に、ね、指摘されたことがあったんですよ。これそれでね、なんだろうな、あ、変なんだなって感じるようになったんですけども、これ皆さんどこですか。履いちゃいますよね。これに関してはね、とにかく好きだからね、季節関係なく履いてしまうっていうことだと思います。これに関しては。次、3つ目、ブーツを履きたいと思った時に限って雨降りがち、過去休みの日。これね、完全に僕のことなんですけど、これはね、地域によって違うとは思うんで、何とも言えないんですけど、なんか水曜日って雨の日って多いと思いませんか。私ね、水曜日が休みなんですけど、最近はね、レッドイング毎日履いてるからそういうことは感じないんですけど、なんだろう、以前だとスウェードのブーツを履こうって思った時は、雨降ったような気がしますね。はい。どうなんだろうこれ。じゃあ次、4つ目、足かゆい時かけないから足をバンバンしたり強く踏み込んだりする。これね、そういう時に限ってかゆい箇所がね、後ろ、足裏にあるんですよね。足裏にあったりしませんか。でバンバンしてバンバンバンってして収まったかと思うと、また少し経ってね、またぶり返してくるんですよこれ。でね、結局ね、収まらないから結局ブーツ脱いで描くっていうね、そういったことがありますよね。次、5番目、トイレの時かからないように余計気を使う。はい、これね、あると思うんだよ。特に小さい方をするときに、立ってするときはちょっとこう寄ることをしませんか。でもなんか寄ったときに、この便器の ここら辺に自分の洋服が当たっちゃうっていうのも気になっちゃう。だからね、こう様式でね、した方がいいんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、洋式の場合だと、ズボンをね、下げた状態でするわけじゃないですか。だからね、ズボンとか、例えばジーンズにカラビナがついてたら床につかないかとか、余計なね、また違う余計な心配をしちゃうっていうね、話なんですけど、これもあるんじゃないかなと思うんですけど、結論ね、トイレに関してはとにかくいろんなところを気にするっていうことですよね。次、6番目、とにかく匂いを嗅ぐ。これですね、基本的にね、僕革の匂いが大好きなんですけど、レッドイングの匂いはですね、最初の段階でも嗅ぎますね。こう箱を開けた瞬間の匂いとか、この靴の中の匂いとかも嗅ぐし、あと履いていくうちに、途中から人間の匂いと混じった匂いとかもあるじゃないですか。ちょっとそれもね、ちょっと嗅いだりするし、履いてる時、何気なく履いてる時にたまに香る時ってないですか。ありますよね。そういう時ね、そういう匂いがまた漂ってくると嗅ぎたくなっちゃうんですよこれ。次、7番目、最初の段階で綺麗な状態が嫌って言いながらも意外と汚れるのを気にしている。これね、
汚れるとね、ちょっとですよ、ちょっとだけへこんでるんですよね。ね、これに関しては徐々に気持ちがね慣れていくんだろうなとは思うんですけど、特になんだろうな、ソールが汚れると少し気になっちゃうかなって思いますね。汚れの種類にも僕よるんですけど、そういうなんか許せる許せないっていうのがあるんですけど、草の緑色がついた時は嫌なんですよ。なんかアスファルトとかでついたなんかちょっと黒ずんだ感じの色だったらいいんですけど、なんか緑っぽい色とかついちゃうとなんか嫌なんですよね。だからね、あとね、スウェードの時は結構気を使ってるかな、これに関しては。まあそんな感じ。次、8番目、ブーツを履いて家に忘れ物を気づいた時に脱ぐのが面倒だから土足で上がる。片方でケンケン、膝を立てて上がるけど最終的に面倒になり立つ。俺これね結構やってしまうんですよ。俺結果土足で上がることになるんですけど、ケンケンとか膝を立てていくっていうのは1階に忘れ物があったらいいじゃないですか。でも2階っすよ、2階に忘れ物があった場合はもう最悪ですよ、最悪。もう諦めます、もうサクッと登ってっちゃう。はい、次、9番目、これは絶対あるはず、エンジニアブーツを履くときすね毛が切れる。これありませんか？これありますよね。ハイソックス履いてるけど、なんだろうな、こうハイソックスに行き届かないところの部分のっていうところかな、言えばいいのかな、すね毛がね切れてると思うんですよ。僕の場合ね、外側のすね毛が切れる傾向にあるんですけど、皆さんどうですかこれ。一つね、僕ねこれでね思うことがあるんですけど、そのすね毛の行方ってどこに行ってると思います？普通だったらなんかこう靴の中に入ってっちゃってんのかなって思うんですけど、全然なんかそんな溜まってるような気がしないんで、すね毛の行方が気になる。はい、そんな感じで、次、10番目、身長が高くなって優越感。これもねあります。僕はね、自分の中で完結してるね、これは。例えば友人と一緒にいて、友人には悪いけど、同じ身長くらいのやつがいたとして、その人と横に立った時にふと感じてるやつ、あ、ちょっと俺の方が身長高えわってちょっと見下してる感じ。まあそれをね、言葉に発することはないんですけど、間違いなく優越感を感じてる瞬間があるんですよ。これねあるんじゃないかな。はい、そんな感じでございます。たまにはねこういったネタもやってみたかったので、やってみました。本日もですねご視聴いただき ありがとうございます。間違いなく僕らだけの視点では気づけないところもあるんですけども、絶対ね視聴者の方視点であるあるネタあると思うんで、ぜひよかったらコメント欄で教えてください。この動画がね面白かったという方いらっしゃいましたら、ぜひ高評価の方よろしくお願いします。私はですね普段神奈川県小田原市でセレクトショップをやっております。このチャンネルではね洋服関連の動画を上げております。まだもしチャンネル登録してない方いらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。今後もねファッションが楽しめるような動画プラス今回のような動画も上げていきたいと思っておりますので、お時間ありましたらまた私のチャンネルに遊びに来てください。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。